せーの、ただらきチャンネル。驚き、ただらき、あはらき、整形アイドル、ただらきちゃんです。お願いします。垂れ目形成と目尻切開の整形から15日目かな？そろそろ問題ない顔になってきたので、髪の毛を染めてきました。じゃあ、公開します。3、2、1、はい。はい、こんな感じになりました。青系にしようかなって思ったけど、青だと結構かぶるから薄めの水色をね作ってもらったら、なんと初音ミクちゃんみたいな色になりました。名付けてチョコミント。サラサラです。チョコミントみたいになったのは完全に想定外だったんですけど、私ねチョコミント大好きなんです。だからなんだか嬉しくてチョコミントをいろいろ買ってきちゃいました。あ、そうだ、ネイルもね変えてきました。こっちは全然チョコミントじゃないんですけど、新しい私って感じですね。チョコミントのお菓子を買ってきました。カントリーマームチョコミント、ふんわりチョコミント、焼きスイーツチョコミント、あれこれだけだわ。あとは私がハマってる国産じゃがいもの明太ポテトサラダ、これめっちゃ美味しい。しかもお皿用意しなくてもお箸でそのままこうやって食べられるから、バイトの休憩中とかにいいと思います。そうだ、これしかね売ってなかったんですよ、チョコミント。一時期さ、コンビニがチョコミントですかみたいなぐらいさ売ってたのに、私がチョコミントの一種になった瞬間に何なんでしょうね。はい、というわけでチョコミントのとどろきちゃんがチョコミントのお菓子を食べてみたいと思います。私ねこれはね食べたことあるんですよ。何の変哲もない泥みたいな感じ。いただきまーす。うん、あれ食べたことないかも。うん、おいしい。めっちゃ甘ったるい。でもすごいしっかりミント。チョコレートが大好き、甘いもの大好きっていう人におすすめです。私ちょっとさっきモンブラン食べちゃったんで。カントリーマーム、いただきます。なんだろう、カントリーマームではない。その辺の枯れた木をむしってミントを食べながらその木を食べたみたいな。うまく表現できない。でも食感は楽しい。普段のカントリーマームとは全く違う感じです。珍しい。最後はこれ、いただきます。うん、しっかりチョコミント。うん、うん、美味しい。チョコミント、なんかチョコミントって連続で食べるとだんだん味わかんなくなってくるね。でもどれも美味しかったです。でもね、私が一番好きなのはチョコミント味のアイス。買ってくればよかった。はい、というわけで整形したし、髪の毛変えたし、ネイルも変えたし、新しい私が完成しました。この時期がね一番ワクワクしますね。何かが変わるかも、彼氏ができるかもみたいな。まあできないんですけど、私は本当は平成最後の夏に彼氏と花火大会に行きたいっていう夢があったんですけど、まあ全然達成されなかったんで、次は平成最後の冬にかけたいと思います。負けないぞー。私ねクリスマスが大好きなんです。だってね、私が寝る時に毎回流してる音楽、ヨーロッパのクリスマス、チェコ少年少女合唱団、クリスマスのあの雰囲気とか大好きなんですよ。でも毎年一人だから、今年こそは表参道のイルミネーション一緒に見に行きたいなって思って、今年の冬はそれを達成できるように頑張ります。はい、というわけで今日の動画もご覧いただきまして誠にありがとうございました。また明日以降の動画でお会いしましょう。またねー。9月15日オフ会のチケット最終受付が始まっております。9月の6日まで受け付けてます。前回入金が間に合わなかったことか、チケット取れなかった子は概要欄の URL からお願いします。ニューヘアの感想もコメント欄でお待ちしてます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。